ネットワークは1976年制作のアメリカ映画シドニー・ルメット監督作品。架空の系列局を舞台に視聴率に踊らされるテレビ業界人の競争を痛烈に風刺する。フェイ・ダナウェイ、ウィリアム・ホールデン、ピーター・フィンチ、ロバート・デュバルら実力派俳優たちの共演も話題になった。映画の脚本はテレビ局でドラマ制作の仕事をしていたパディ・チャイエフスキーによって執筆されたものである。チャイエフスキーは彼のテレビ局における同僚で、後に映画のプロデュースを担当することになるハワード・ゴットフリードと共同で映画の企画を練った。脚本の執筆は手間取り、その完成までおよそ2年の歳月をかけたという。脚本の完成後、チャイエフスキーとゴットフリードは、草稿をユナイテッドアーティスツに持ち込んだ。しかし二人と面会した役員が映画の登場人物の描写に苦情をつけたため、その交渉は決裂した。後に、彼らはメトロゴールドウィン・メイヤーと正式な契約を交わすことになるが、その際一度彼らの脚本をボツにしたユナイテッドアーティスツも企画に参加する意思を明。結局資本金の一部を出資したユナイテッドアーティスツも映画制作に携わることになった。映画の監督にはかつてチャイエフスキーと共にテレビ関係の仕事をしたことのあるシドニー・ルメットが抜擢された。ルメットとチャイエフスキー、ゴットフリードの3人は共同で映画に出演する、ユ探しに奔走。その結果フェイ・ダナウェイや、ウィリアム・ホールデン、ロバート・デュバルといった一流のキャストが映画に出演することになった。脚本執筆から映画会社との交渉、キャストの選抜まで尽力したチャイエフスキーが、本作品の完成に果たした功績は絶大なものだった。彼は、自分の脚本通りに監督が演出をしているか、役者たちが演技をしているかを確かめるために、毎日撮影現場まで足を運んだという。通例映画のオープニングでは、監督や主演したスターの名前が目立つように、クレジットされるものであるが、本作品では、原作者としてのチャイエフスキーを尊重して、パディ・チャイエフスキーによ、ネットワークとなっている。映画は1976年11月27日に公開され、興行的にも批評的にも成功を収めた。同年度のアカデミー賞で作品賞を含む10部門にノミネートされ、そのうち主演男優賞、主演女優賞、助演女優賞、脚本賞の4部門で受賞した。映画中で徐々に狂気に蝕まれていくニュースキャスターを演じたピーター・フィンチは、ノミネート直後に心不全で急死、アカデミー賞史上初の死後受賞となった。映画中の、俺は、とんでもなく怒っている。もうこれ以上耐えられない。原文、I am as mad as hell, and I am not going to take this anymore という彼のセリフは、アメリカでは非常に有名なものである。このセリフは、AFI が選出する、アメリカ映画の名セリフベスト100において19位に、ランクインしている。大手ネットワークアブスの報道番組で長年ニュースキャスターを務めてきたハワード・ビール。視聴率低下によって2週間後の解任が決定し、うつ状態に陥ったビールは、その夜の生放送で翌週の公開自殺を予告する。放送後テレビ局に大量の苦情が届き、ビールは即座に解雇を宣告される。しかし彼の長年の友人である。ニュース部門の責任者、マックス・シューマッカは、解雇の前にもう1日だけビールに番組を任せてみることにする。ビールは、その放送で、テレビ業界の欺瞞を告発、著名なニュースキャスターの連日の狂態は世間に、一大センセーションを巻き起こす。それを見たエンターテイメント部門の新鋭プロデューサーで、あるダイアナ・クリステンセンは、ビールを中心に据えた新番組の制作を画策する。クリステンセンは、彼女の上司フランク・ハケットを説得、硬派な報道番組の制作に固執するシューマッカーを更迭し、ニュース部門の主導権を握る。クリステンセンが新たに制作した番組は、預言者となったビールが世間に対して怒りをぶちまけるというエンターテイメント番組だった。神から啓示を受けたという妄想に取り憑かれ、完全に発狂したビールの義憤は、大衆の共感を呼び、番組は驚異的な視聴率を記録する。一方、クリステンセンと彼女によって失職したシューマッカーは、汝しか互いに惹かれ合う。既婚者であり成人した子供もいるシューマッカーだったが、クリステンセンと不倫関係になってしまう。ビールの番組で実力を認められたクリステンセンは、新たに過激派の武装テロリストの犯行ビデオを材料に新番組の制作を開始する。その番組も好評を博し、メディアの寵児として脚光を浴びるクリステンセン。しかし彼女の栄光は長くは続かなかった。ビールが番組中でアラブ諸国によるアメリカ企業の買収を批判したことがポンサーの逆鱗に触れ、彼と番組の責任者であるハケットは大株主の資本家に呼び出しを食らってしまう。資本家はビールに現実の世界を動かしているのは主義や思想ではなく金であるという彼独自の世界観を述べる。それに切腹されたビールは現代社会における人間性の喪失について番組で語るが、彼の新たな思想はあまりに憂鬱すぎると視聴者に敬遠され、次第に番組の人気も落ちていく。視聴率の低下に頭を悩まし、番組の人気回復に試行錯誤するクリステンセン。報道倫理を完全に喪失し、ただ視聴率のみを追い求める彼女を理解できないシューマッカーは、クリステンセンとの関係を終わらせ家族の元に帰ることを決意する。視聴率は急落しているものの、資本家の哲学の代弁者となったビールを解雇するわけにもいかず、進退に窮したアブスのニュース部門。その上層部であるクリステンセンとハケットは、ついに厄介者のビールの暗殺を決定する。彼らは、テレビ局の倉庫と化した過激派の連中を、スタジオの観客に紛れ込ませ、ビールを銃撃させる。武装テロリストのマシンガンで蜂の巣にされ生き絶えるビール。彼の最後は、生放送で全米に放映されたのだった。ネットワークは公開後批評家たちからおおむね好意的な評価をされた。本作品のことを映画評論家のレナード・マルティンは、突飛な風刺劇、ポーリン・ケールは、非常に説得力のある道化芝だと評した。商業主義に支配された放送関係者をリアリズムではなくむしろ徹底的に戯画化して描いた作品であるが、今日では、マスメディアのモラル崩壊に対して予見的であったと評価されている。ただし、映画の制作者たちからはそれらの評価に対する反論も出ている。監督のシドニー・イールメットは、この映画のことを風刺激ではなく、テレビ業界の内実を暴露したルポルタージュであると述べ、プロデューサーのハワード・ゴットフリードは、本作品がただテレビを主題にした映画に終わらず、脚本を担当したパディ・チャイエフスキーが現代社会におけるグローバリゼーションの到来予測して書いたものだと主張した。1998年にアメリカ映画協会が選んだ映画ベスト100中第66位、2007年に更新されたリストではベスト100中第64位にランクインした。2002年にはアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。